無人探査機スリムが日本初となる月面着陸に成功しました。大変大きな一歩であったと考えております。 JAXA によりますと、無人探査機スリムは午前0時過ぎ、日本初となる月面着陸に成功しました。世界ではアメリカや中国などに続き5カ国目です。一方、太陽電池が発電していないことから、バッテリーが数時間で切れる可能性があるということです。世界初となる半径100メートル以内を狙ったピンポイント着陸については、 JAXA は会見でほぼできたであろうとしていますが、解析の上正式に発表する予定です。一方、神奈川県の相模原市役所ではパブリックビューイングが行われ、月面に着陸した瞬間には大きな拍手が上がりました。もうすぐ着陸するって時に、こう不安っていうか緊張しました。すごいドキドキしました。将来の日本人宇宙飛行士が月に行くのにもものすごく大きな意味があるなと。